エレナ・タタルコアは、ウクライナの女子プロテニス選手。タジキスタンの首都ドシャンベで生まれる。1999年のウィンブルドン女子ダブルスで、マリアンデスウートとトッペアを組んで、準優勝した選手である。ベースラインプレイヤーで、バックハンドストロークを最大の武器にした。左利きの選手。自己最高ランキングは、シングルス45位、ダブルス9位。WTA ツアーで、 シングルスの優勝はなかったが、ダブルスで4勝を挙げた。タタルコアは、母親の勧めで10歳からテニスを始め、1993年5月に、プロ入りした。1994年から、女子テニス国別対抗戦、フェドカップのウクライナ代表選手になる。彼女は、早くから、ダブルスの分野で優れた才能を発揮し始め、1996年、 全仏オープンで4大大会女子ダブルスに初挑戦した。2年後の1998年前後をオープンで初のシングルス本戦出場を果たす。この年の全仏オープンで3回戦に進出し、第3シードのヤナノボトナに挑戦するが、これがタタルコアの4大大会女子シングルス自己最高成績になった。1999年1月のオーストラリアホバート大会で、 タタルコワーは、マリアンデスウーとトとペアを組み、女子ツアーのダブルスで、初優勝を遂げた。このデスウーとと一緒に、半年後のウィンブルドン女子ダブルスで活躍する。二人は準決勝で、第1シードのヤナノボトナーナターンシャズベレワ組を6から4、2から6、7から5のストレートで倒し、タタルコワーは、ウクライナ人女性として初めて、ウィンブルドン決勝の舞台を踏んだ。 決勝戦では、リンゼイ・ダ・ベンポートコリーナ・モラリュー組に4から6、4から6のストレートで敗れ、初優勝はならなかった。ところが、二人は、全米オープンの女子ダブルス1回戦で、フランスペアのジュリー・ア・ラール・デキュジスアメリー・モレスモグミに6から4、5から7、4から6で敗れ、この敗戦を最後に、タタルコアとデスウートは、コンビを解消した。 ウィンブルドン女子ダブルス準優勝から2年後、タタルコワは2001年全仏オープン女子ダブルスで、ジュスティーン・エナンとコンビを組み、ベスト4まで進出した。タタルコワとエナンの組み合わせは、この一度だけである。二人は準々決勝で、ナタリー・トージアキンバリー・ポーメス整理組に3から、6、7から5、11から9の逆転勝利を収めた後、 準決勝でビルヒにあるあのパスクアルパオラスはレス、グミに2から6、0から6で完敗した。2002年2月下旬のアメリカテネシー州メンフィス大会でタタルコワは日本の杉山愛とペアを組んで優勝し、3年ぶりのツアー優勝を杉山とのコンビで獲得した。2003年シーズンにダブルスで 年間2勝を挙げ、これでタタルコアの女子ツアーダブルス優勝は4勝になる。彼女の競技経歴は2004年にほぼ終わっているが、2006年11月にイギリスの株トーナメントのダブルス戦に出場したことがある。タタルコアは2004年までフェドカップ代表選手を務め、通算勝利数、シングルス通算勝利数、 ダブルス通算勝利数の3部門で、ウクライナチームの歴代1位記録保持者になった。オリンピック代表選手としても、2000年シドニー五輪の女子ダブルスに出場した。タタルコワは2007年9月に結婚し、2009年4月と2012年2月に出産している。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8。 R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格。 NH イコール開催なし。ありがとうございます。